アルフォンソ・ソリアーノ、アルフォンソ・ギリアルド、ソリアーノ、アルフォンソ・ギリド・ソリアーノ、1976年1月7日帯は、ドミニカ共和国、ンペドロ・デマコリス州ンペドロ・デマコリス出身の元プロ、野球選手外野手、内野手、右投げ右打ち。日本メディアでは、ソリアーノ、ソリアーノのように表記されるが、実際には、ソリアノである。 プロ野球選手としての経歴は、日本プロ野球の広島東洋カープから始まる。同球団が所有するドミニカ共和国の野球スクール、カープアカデミーで才能を認められ来日。広島時代の背番号は74。は、カープで2軍のウエスタンリーグで3塁という劇を守り、57試合に出場し、打率214、21 131打数28アンダー。 本類打零、13打点。二一軍登録され、9試合出場。17打数でに会いんだ。体が細いにもかかわらず、この頃から、すでに振り回すバッティングフォームであった。また、足が遅いことで有名だったためあだ名は、ロバと呼ばれていた。広島で、遊撃士として守った時が、人生で一番精神的に疲れたという。当時を振り返り、19歳。 サバ読みをしており、実際は二十一歳だったんだ。自分の手は、震えが止まらずにいたよ。誰も自分に向かって、ゴロを打って欲しくなかった。ポロリと落とすって分かっていたからねと語った。黒田裕樹は九百九十七年の一年間、カープの量、賛成量で、同じ釜の飯を食べた中。球団は四万五千ドルを提示するも代理人の、団の村は十八万ドルを要求したため、 年俸調停を申し立てたが、球団の提示額を打当と調停が下るも、それに納得しなかったため人員対抗事で対談。1998年の9月29日に、ニューヨークヤンキースが、ソリアーノの保有権を持っていた広島に310万ドルを支払い契約を結んだ。この一連の問題に関しては、カーアップに対しては、恨みなどはない。確かにいざこざはあったが、 感謝している。僕に初めてプロでプレーする機会をくれたチームだからと語っている。AA 級ノーウィッチナビゲーターズで89試合に出場。打率305、15本類打24盗塁を記録し、マイナーリーグ版オールスター、オールスターフューチャーズゲームでは MVP に選出された。9月14日にはメジャーデビューを果たし、 同月24日には自身メジャー初安打となる本塁打を放った。この年、メジャーリーグでは9試合に出場した。若いマクロースター入りを果たした。シーズン序盤には重要な局面で本塁打を放つなどし、スタメン出場の機会も増えたが、打撃、守備面の不安定さからメジャー定着には至らず、AAA 級、コロンバスクリッパーズを中心にプレーした。メジャーでは、 合計22試合に出場し、初投類も記録した。のオープン戦でも内野手として、悪送球を連発したが、じる一手、チャックのブロックが肩を痛めたため、守備には目をつぶって二塁手に抜擢された。158試合に出場し、打率、268、18本塁打、73打点、リーグ3位の43投類を記録した。 新人王の投票では一郎、CC サバシアに次ぐ3位に入った。リーグ1位となる128得点、209安打、41盗塁を記録し、球団新記録となる打数696、157、三振を記録した。本類打が39と40本類打に一本足りず、40から40クラブ入りを逃した。MVP 投票では、ミゲルテハダ、 アレックス・ロドリゲスに次ぐ3位に入った。打率、290、38本塁打、91打点を記録し、1996年、ブレーディアン・ダーソンが記録した、先頭打者本塁打のシーズン記録12本を更新する13本塁打を放った。また、35盗塁を記録し、史上5人目となる2年連続で30から30を達成。 ワールドシリーズでヤンキースはフロリダ・マーリンズに敗退。シーズン中は不動のリードオフマンだったが、ポストシーズン中、特にこのワールドシリーズで不振に陥り、両チーム最多の旧三振を喫してしまい、5戦目にはついにスタメン落ちした。2月16日にアレックス・ロドリゲスがヤンキースへ移籍した大型トレードに伴いテキサス・レンジャーズへ移籍。また、この移籍の際に、 これまで1978年生まれとされていたプロフィールが誤りで実は1976年生まれであることが発覚した。2004年5月8日のデトロイトタイガース戦ではレンジャーズ球団史上初となる1試合6安打を記録した。オールスターではファン投票トップで選出され先発に類史として出場。初回に ロジャー・クレメンスから3ラン本塁打を放ち、オールスター MVP にも選ばれた。2は、レンジャーズ球団史上初、自身3度目の30本塁打30盗塁、36本塁打30盗塁を達成。2005年12月13日に、リーグ最低の得点力を改善するため、強打者を必要とした、ワシントン・ナショナルズが、ブラッド・ウィル・カーソンとターメル・スレッジ及び、 アーマンド・ガラ・ラーガとの1体の交換トレードでソリアーノを獲得。ナショナルズの聖二類種には剣種のホセビドロがいたため、ソリアーノはガイア種、左翼種へ転向された。開幕前の3月に開催された第1回 WBC のドミニカ共和国代表に選出された。3月20日のオープン戦ではリフトの守備を拒否し、試合出場をボイコットした。これに対して、 球団側は契約違反であるとして、今後、指示に従わない場合は、給料の支払いをストップするなどの好手段を取ると、通告した。このため、一時は、メッツがソリアーノと、松井和夫のトレードに、関心と報道される騒ぎになった。結局、コンバートを受け入れたため騒動はひとまず落ち着いた。シーズンでは瞬速を生かした、強打の一番打者として、 順調に本塁打と盗塁を積み重ねた。8月18日のフィリーズ戦で30個目の盗塁を決め、39本塁打と合わせて、自身4度目の30本塁打30盗塁を達成。8月25日のブレイブス戦で、通算200個目の盗塁を決め、MLB 史上最速の929試合目で、200本塁打200盗塁を達成し、2、 エリック・デイビスが記録した1053試合目での記録達成を更新。9月16日のブルワーズ戦で自身初、MLB 史上4人目の40本類打40盗塁を達成した。また、2類打も40本以上記録し、MLB 史上初の40本類打40盗塁、42類打を同時に達成した選手になった。本類打数で、 初の40本台の大台に乗せ自己最多を更新した。オフの10月29日に FA となった。ナショナルズは5年総額70000 00 00ドルで契約延長を打診したが拒否した。2006年11月20日にシカゴカブスと当時史上5番目の大型契約である総額1億3600万ドルの8年契約に合意した。シーズン開幕からは 中堅手にコンバートされたが、若手の中堅手フェリックス PA などの成長もあり、4月終盤から左翼手を守ることになった。6月に打率、336、11本塁打、18打点を記録し、月間 MVP を受賞した。9月には MLB 記録となる7本の月間先頭打者本塁打を含む14本塁打を放ち、 カブスの中畜優勝には貢献した。は4月15日に左太もも裏を痛め故障者リスト入り。4月は打率。175.2本類が5打点と不調だったが、5月1日に復帰を果たし、5月は打率。345.10本類が29打点と不調。不調の理由をソリアーノは自分ではよくわからないが、開幕直後は、 バットの振りがブレていたのが、今は、投球に対してまっすぐにバットが出ているからだとしと、語っている。しかし、6月11日に支給を受け、左手骨折で故障者リスト入り。シーズン2回の故障者リスト入りの影響で、メジャー定着後最低の109試合にしか、出場できなかったが、29本塁打を放ち、9月6日の、試合では1試合で3本塁打5打点を記録。 故障の影響で117試合の出場に止まりながらも9年連続で規定打席に到達した。しかし、成績は自己最低といっていい数字が残った。得点、安打、打点、盗塁、打率、出塁率、超打率、塁打、アップス、支球、儀打、儀比は自己最低ないし最低体であり、出場試合数、打数、三塁打、本塁打は、 自己アースト2位となる数字である。は、4年ぶり、株推薦後では、自身初となる140試合以上の試合に出場した。しかし、本類打は3年連続で20本台に止まり、投類もレギュラー定着後では、自己最低の5投類に終わった。は、自己最多の108打点を、記録、32本類打と5年ぶりに30本台に、乗せた。 7月26日にコーリー・ブラックとのトレードでヤンキースに復帰した。8月7日に NPB、MLB 通算2000本安打を達成し、外国人選手としてはアレックス・ラミレスに続く史上2人目となる迷宮帰りの資格を得た。その直後の8月27日にはブルージェイズ戦でメジャー通算400号となる28号ホームランを 放ち、2013年のシーズンは打率。255.34本塁打、101打点、18、盗塁を記録。2年連続で30本塁打と100打点をクリアした。特に本塁打は、2009年以降5年連続で本数が増加している。また、抜けた盗塁を記録したのは、2008年以来5年ぶりのことであった。若いマクロースター入りし、 5月12日にはヤンキースおよびレンジャーズでの通算アンダ数が1000本に達し、史上7人目となる両リーグで1000本ンダを達成した。しかし67試合の出場で打率221と結果を残せず、7月6日にリーフとなった。7月14日に自由契約となった。2014年11月4日、母国ドミニカ共和国で記者会見し、 現役引退を表明した。初級から積極的に打ちに行き、始球は少なく三振が多いため打率は伸び悩む、傾向にある、大きなスイングであるにもかかわらず右打席から一塁まで4.0秒で走るスピードを誇り、シーズン40盗塁以上を3度達成した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。